金銀ピラピラ金ピラごぼうでございます。今日はピリッとうま辛麻婆茄子丼を作っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それではまず麻婆ソースの材料から紹介いたします。鶏ガラスープの素小さじ2、オイスターソース小さじ3、米麹味噌小さじ2、生姜チューブとニンニクチューブ小さじ2分の1ずつ、片栗粉小さじ4、お水 400cc、 そしたら調味料を混ぜていきます。お水 400cc 入れます。鶏ガラ小さじ2入れます。オイスターソース小さじ3入れます。白味噌小さじ2入れます。生姜とニンニクチューブ小さじ2分の1入れます。片栗粉を小さじ4入れます。よくかき混ぜます。まずナスを2本用意してください。最初ナスをヘタを取ります。ナスを洗います。はい、洗いました。ナス半分に切ります。 5,6 等分に切ります。長ネギを1本使います。最初根っこを切ります。半分に1回切って、ちょっと粗いみじん切りぐらいに切ります。炒めるとかなり溶けちゃうんで、大きさは大体で大丈夫ですよ。油適量使います。豚ひき肉を 100g 入れます。軽く炒めます。ナスを入れます。先ほど作ったソースを入れます。よくかき混ぜて入れてください。下に挑んでますので、ここに豆板醤小さじ1入れます。火は中火から強火で調整してください。味塩コショウを適量入れます。味見をしながら調整してください。だいぶとろみが出てきましたね。美味しそうですね。炒めてる時に水少し減りすぎちゃったら足してもらっても大丈夫ですよ。また水が減れば味の濃さは戻るので、ナスがかなりしんなりしてきたら先ほど切ったネギを入れます。ネギ入れます。美味しそうですね。ほら、だいぶしんなりしてきましたね。夏バテ防止ですよ、このペコちゃんは。火を止めます。ご飯をよそります。そしたら食べられる分だけかけてください。美味しそうだね。ほら、すごい美味しそうですよ。ほら、お好みでいいんですが、辛いのが好きな方は一味を最後にちょっとかけます。ピリッとうま辛麻婆丼の完成です。早速食べていきます。ちょっと入れ忘れちゃったんですけど、炒めてる時にお酢を小さじ1入れてください。これだけでも十分美味しいですけど、もっと美味しくなります。いただきます。美味しそうにできました。ピリ辛ですごく美味しいですよ。ナスがすごくみずみずしくて、このあんかけのあんがご飯が進みますね。最後に一味をかけたんでピリッと辛くておすすめですよ。最近はお部屋の冷房とかで体が冷えたりしますので、たまにはこういった温かいもので体の中をポカポカさせるといいかもしれませんね。今日のきんぴらポイント、ピラ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 92点。今日はピリッとうま辛麻婆茄子丼を作ってみました。いかがだったでしょうか。この動画がもしよければ評価、グッドボタンをぜひぜひお願いいたします。このきんぴらごぼうキッチンのチャンネル登録もぜひ、その他きんぴらごぼう SNS もやっておりますので、説明欄からフォローお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それではきんぴらじゃんけんタイム。金銀ピラピラじゃんけんパー。バイバイ。サンタ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